さあ石川さん、第6試合スーパーライト級3分3ラウンドがスタートします。はい、まあ、この戦いやはり塚本が前回に1日に2回負けているということ で、 そ、 うです、ね、そこからどこまでこう持ってくるかですよね。そうですね、前回ね王座決定トーナメント、ね、準決勝で、ま、敗れてしまったんだけど決勝戦でねその対戦相手が負傷したばっということで決勝戦もね、はい、繰り上がったんですけど、うん、そのチャンスをものにできなかったで、ね、1日2敗っていう記録になってしまったので、でそこから、ね、あえて僕ね、さっきも言ったようなことだけど、そこから立ち上がった人間っていうのは強さに変わるんですよね。負けっていうねネガティブな経験を自分の価値に変えることができたっていうね、で今日のリングに上がっているのは塚本選手なので、うんうん、そうですね、はい、金子選手はいかがでしょうか。塚本選手に対しては入場の時結構気合入ってたんで、はい、いい勝負なのかなと思います。記者会見でもすごくポジティブなコメントを言ってたんですよね、塚本は。そうですよね、本当に、うん、とにかくね倒し合いをするっていう気持ちが強い、それに、ね、全くぶれることなく自分を貫いていた、近藤選手ですね、記者会見でね。で赤コーナーの近藤もですね、はい、まあ、最近は技術を磨く練習よりも倒す姿勢、攻めに行く姿勢を強化する内容に変わってきたと、うんうん、そういう意味でやっぱり気持ちを作ってるのかなって感じたんですけど、まあ、散らし方が非常にいいですね近藤選手、この試合ですか、はい、ジャブロー前蹴り、はい、全部うまく散らしてますね、はい、さあ上下散らしています。うん、そうですね、ジャブとローは非常にいいですね、はい、さあ前今の塚本選手の細かいパンチのさばきも全部さばいてます、細かい打ち上げも全部さばいてましたね、手で空手のようなさばき方でしたね。さあ1ラウンドから冷静に相手を見ているのが近藤ですね。非常に冷静ですね、はい、ジャブ前蹴りがね面白いに当たると非常に戦っているが非常に試合やりやすいんですよ。ああそうなんですね、逆に塚本選手はやりにくいんですよ。ペースを崩される感じなんでしょうかね、はい、そうですね。でもそういうのを全く気にせずに、常に前進を続ける、スタイル、泥臭く、ね、重ねていくのが塚本選手のファイトスタイルなんですよね。さあ残り時間40秒です。さあ自分の距離で前蹴り、そしてうまくパンチを集めているのが赤のこの男で、ほらブロックできてきた。さあ残り時間20秒、上がってきたぞ。さあ金子選手いかがでしょうか、ここまで。近藤選手すごいいい立ち上がりなんで、はい、全部、はい、全部ブロックしますね、非常に冷静に。塚本選手の技を全部、さあここで1ラウンドが終了です。石川さん、やっぱり今のはこう見ててやっぱり近藤選手の方が冷静に対応してましたね、はい、冷静ですね、はい、全ての攻撃見えてるし、ブロックできる、ディフェンスできてるし、あとその中で、相手の攻撃が見えてる中でジャブだったり前蹴りだったり、自分の試合展開有利に、試合展開距離感有利に使うための技を確実に当てることができてるので、はい、近藤選手としては非常にいい立ち上がりですかね。でも塚本選手はさっきも言ったようにね、そういう風にそういう立ち上がりをされても全然関係ないんですよね、うん、そんなこと関係なく何があっても常に常に前に前に前に出ることで相手を削っていくっていうのがね塚本スタイルなんですよね、自分のスタイルを崩さずにということですね。そうです、はい、だん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 ね、近藤選手としてはこういう風に自分の方程式があるわけじゃないですね、はい、ジャブだったりローだったり自分の距離感を作っていく、でもその方程式に当てはめているのに全く変わらずにずっとずっと前に出続けてくる塚本選手がいると、だん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 逆に近藤選手のペースが崩れていっちゃうんですよね。ラウンドが進むごとにですね。そうですね、はい、そうすると流れが変わってくる。なるほど、うん、ちょっと第2ラウンドは1ラウンド変わりましたね。あ、そうですね、近藤選手が攻めの姿勢を一気に上げてきましたね。さあ金子選手いかがでしょうか、こうやって2ラウンドに入って攻撃の姿勢を、
これはもう本当にね、塚本選手が、膝手の自分の武器なので、で接近戦で何発も連打できるっていうのがね、塚本選手の膝の魅力ですね、特徴ですね。ちょっと今嫌がって前蹴りで距離を取ったんでしょうかね。はい、さあ1分が経過しました。大久保のハイキック、先ほど石川さんがおっしゃったように泥臭い感じで自分のスタイル一切崩しませんよね。そうですね、はい、はい、いやお互いに隙がないですね、うん、常に前に出続ける近藤選手でもこの、やれた分必ず返す塚本選手、だん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 この塚本選手らしさが出てきました ね、はい、さあ1分30秒が経過しました。内奥にミドルキックを、このミドル全部ね今多分この30秒で5発ぐらい塚本選手蹴ったんだけど全部腕に当たってるんで当たってますか、はい、これもだんだんね1発2発だったら平均なんだけど、はい、5発ぐらい当たってくるとだん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 時間が経つにつれて左腕が言うこと聞かなくなってくるんで。なるほど、今、ね、ちょっと来ましたねガードが、ああいうのもミドルキックにね、はい、意識がいってるからこそ真ん中が相手ストレートがヒットしたっていう。金子選手やはりあの近藤選手の左腕がすごいですね。やはり左腕はもうかなり多分ダメージあると思うんで、あれ右ミドルずっと蹴っていけばアグロ、そうですね、パンチもその塚本選手もパンチを変なのもらわない方が、まあ、ポイントが持っていかれちゃうんでって感じですね。逆には近藤選手のね右がワンツーが当たったところでまた流れが変わりましたよね、はい、今ね。いやでもここでね流れを変えさせないこの気持ちの強さ見せてくれましたね塚本選手。やっぱこういうところに勝負強さを感じますよね、はい、ミドルキックをまた蹴っていきましたからね、先ほどね、うん、そうそう、ここでそう、下がるんじゃなくて返すことによって流れを止めるっていうね。さあストレート、もう一発近藤の顔面に打っていく塚本、いや非常に、いやここでダウンだ。いやこれ勝負強いですよ本当に。塚本選手強いですね、はい、このダメージは残ってますね。残ってますかね、はい、このラウンド終わってこの3ここで3ラウンド目突入しても2ラウンド目が終了しました、さあ金子選手いかがでしょうかこの2ラウンド目の。いや相当ダメージあるんですよこの選手で、腕にもダメージあるんで結構この次の、ね、ラウンドで倒せんじゃないかなと思います。どう石川さん、やはりあの愚直にやはり同じちゃんと自分のスタイルを崩さずに前に行った結果ですよね、はい、そうですね、はい、本当にこの勝負強い、うん、何回も言う塚本選手の勝負強さですね、何回かこの試合の展開が2ラウンド目に、塚本選手サイド近藤選手何回も行ったり来たりしたんですよね、そこですぐにリターンをする、うん、返す速さが強かったのは塚本選手だったですね。そうですね、はい、さあ1ラウンド目は印象的には、うん、あの近藤、はい、で2ラウンド目は塚本、はい、これ勝負の3ラウンドです、ね、そうですね、はい、これね、近藤選手のセコンドからですね、はい、何回も何回も自分を信じろ自分を信じろっていう言葉があったんですよね。おそらくその今日何回もねキーワード出ている自信ですよね、近藤選手が今持ててないのは自信なんだなと。なるほど、はい、ね、もう本当にポテンシャルは抜群なんですよね。デビューしたことから頃からずっとチャンピオンになってもおかしくない、でもその、ね、自信が持ててもつけれてないところでこういう試合を落としてしまうってところがあるのが近藤選手なのかなって僕はずっと見ていたので、そういう隙をやはり、そうですね、はい、ここでねこの自信を持つための練習を今日のリングに向けてやってきたと思うので、ここで、はい、逆転できるかどうかというのはね近藤選手の自信のね確信にできているかということですよね、はい、さあまあこのファイナルラウンドスタートして今度前に出てますが、やはりこういったところ膝ですね。そうですね、こういう泥臭い場面になると下がらないのが塚本選手なんで、はい、金子選手本当に塚本選手一歩も下がりませんね。いや近藤選手も相当効いてるんですけど、お互い、まあ、近藤選手の方が効いてますね、かなり、うん、本当気持ちで立ってますね。そうですね、気持ちですよね、基本としては気持ちで立ってる。さあ1分が経過しました、ファイナルラウンド。ここでね、お互いにこの、1、2ラウンド、3ラウンドのここまでで見せてない技を出せるかどうかですよね。膝だったりカーフキックだったりですね、はい、こういうとにかくお互いを倒そう倒そうっていう風にね前に前になってるところで
今までない技、アクセントになる技を出すことによってね、そこへの注意がない技を出すことによって、ダウンを奪える、逆転できるという展開がありますからね。相手の不意をつくという意味でも、そういった引き出しがあるかどうかですね。ハイキックだったり、トウユザ蹴りだったり、カンフキックだったりとかですね。はい、さあ今度は前蹴り、ここはミドルキック、さあミドルキック、やはり塚本、近藤の左腕にミドルキック、そしてもう本当に真っ赤ですね。さあ残り時間1分を経過、残り時間1分です。さあ全く下がることなく前に出る両者。いや本当近藤選手の気持ちも強いですよ。本当どっちもすごい、本当どっちも強いですよ。さあ残り時間まもなく40秒、ここからはお互いの気持ちの強さですね。はい、さあ今おっと右フック、3ラウンド目の、ね、中盤から後半で、ね、近藤選手が、あっとこれはうわダウンで流れを取りかけたと思ったんだけど、ここで逆転のダウン、すごいですね、すごいですね、はいはい、さあ残り15秒です。ここで打ち合っていく、残り時間10秒、おっとここで顔面に塚本のパンチが、しかし近藤も引きません。ここでミドルキック、さあここでゴングです。いやー塚本選手強くなりましたね。いや最後まで心が折れませんでしたね、はい、いやこれ1ラウンド目、近藤選手が取っていたとしたら、はい、3ラウンド目もね、近藤選手が取りちゃんとダウン取られずにこのままやりきってたらドローっていう可能性もあったんですよ。判定結果をお知らせいたします。1-3を近藤選手が取っていればですね。そうですね。でもそうしなかった、させなかった塚本選手の強さ。26、判定3-0をもちまして勝者青コーナー塚本拓磨。塚本拓磨が判定勝利です。3-0。素晴らしいですね。素晴らしいですね。はい。金子選手いかがですかこの試合。いやもう相当近藤選手相当効いてたんで、危なかったなって感じですね。もうあともう少しすれば倒せたなっていう、本当にあのお互いの気持ちが見えていい試合でした。いや塚本選手が本当に2ラウンド3ラウンドと上げてきましたよね。それにね、さあ今プレイシーンです。ここでダウン、いやシルバーウルフ強いですね。強いですねシルバーウルフ。では判定3-0をもちまして青コーナー塚本拓磨選手の勝利でした。さあ第6試合はスーパーライト級3分3ラウンド3-0で塚本拓磨が近藤開成から判定勝利、安定で勝利を奪いました。石川さん、ここから塚本選手の活躍が今後、そうですね、泥臭い中でダウンを奪われる強さを身につけましたね、はい。